の夢ですよ、ね、英語だったらあの The Butterfly Dream と言われてますけど、日本でも高校の漢文の教科書とかに出てきます。まず古いを書きます。そして月を書きます。これでこれが子という字です。これ湖の右側ですね。で虫編を書いて、で、世界の世。木を書くとこれで蝶になります。これで蝶蝶と読みます。中国語ではフーディエ。 読んで2つのの字でで意味です。日本語だとこの下の字だけで蝶の意味。現代中国語では虫変がついています、ね。で、脳ですけど、脳、まあ、は古い中国語ではこうやって書いてますので、まあ、とりあえずこうやって書きますけど、まあ、別にこれはひらがなの脳でも別に構いません。で、夢ですけど、夢は草冠に目みたいなものを書いて、で、若冠を書いて、そして夕方の夕と書くんですけど、まあ、これね、私あの、 RTK とか、あの、えヴ、ー、ァニカニを見ると、草かんまりのことを flowers って呼んでるみたいですね、どうやら。なんか呼び方が違うみたいで、net plus forehead。これがヴァニカニで、あの、RTK だと、これが crown。なんか呼び方がいろいろあるんでね、これが evening。そういう覚え方をしてるみたいですね。でマネックスは結構感情を覚えるときに役に立つと思うので、まあそういう覚え方をしてもいいんじゃないかなというふうに思います。ではもう一度読んでみましょう。えぇ、ー、胡蝶の夢。 胡蝶の夢今日は胡蝶の夢を書きました。